2024年7月8日付、7月2日発表のオリコン週間シングルランキングでは、主位をめぐってかなりの接戦が展開されました。1位を獲得した INI のザ・フレームの推定売上枚数は約67万枚。対して2位となった桜坂46の自業自得の推定売上枚数は約65万枚なのです。INI はサバイバルオーディション番組。 プロデュース101ジャパンシーズン2を通じて2021年に結成された11人組の男性グループ。まさに K-POP と J-POP の壁がなくなってきている今のシーンを体現しているグループだと言えます。桜坂46は、ケヤキ坂46を前身として2020年に桜坂46へ改名の上活動をスタートしたグループ。ケヤキ坂46時代から、 NHK 紅白歌合戦 NHK 総合に出場してきたものの2022年には落選し連続出場記録が途絶えるという審査をなめていますしかし2023年には再び出場することがかない女性アイドルグループは一度落選すると再出場は難しいという説を一度落選すると再出場は難しいと言われる女性アイドルグループのジンクス のようなものを打ち破ったことが話題になりました。今週のオリコン週間シングルランキングは、まさに勢いのある2組が顔を揃えたと言えます。INI のザ・フレームのリード曲はラウド。イントロで響くアブストラクトな音が、そのままトラックの音にもなっている構造には驚かされます。そこからラップパートに入り、さらにシンガロングのパートも登場。 ドラムンベースのリズムも出てくる激しい展開の後に、やっとサビが登場するという構成です。ヒップホップを基軸にした甘味のない楽曲ながら、それでいて歌物の要素もしっかりあるというかなりハイブリッドなサウンドを生み出しており、2024年ならではのものだとも感じます。3分強とは思えない情報量なのです。桜坂46の自業自得。 サンプリングのような肉声が交錯するイントロにまず驚かされました。その肉声の挿入は、そのままトラックで続いていきます。ビートにはヒップホップの影響もあり、さらにサビの前には EDM のビルドアップのようでもあり、トラックのようでもある音が響きます。2分40秒頃以降のハウスミュージックのようなサウンドや、全体的にメンバーのボーカルがかなり力強いことも印象的です。 1>, 1位も2位も共に時代の音を取り入れているのが今週のオリコン週間シングルランキングだと言えるでしょう。